こんにちは、Dさんです。今日なんですけれども、We Are The Fit エコタ店に来ております。今日はですね、ベンチプレスのマックスを測っていきたいと思います。普段ですね、ベンチプレス全くやらないので、ちょっと何キロ上がるかわからないんですけれども、どれぐらい上がるのかやっていきたいと思います。久しぶりすぎてめちゃくちゃドキドキしております。何キロ上がるのか早速やってみよう。久しぶりすぎて40キロで刻んであげていかないと怪我しちゃうからおじさんは。じゃ次は60キロですね。まあ、大体皆さん筋トレ始めは最初ベンチプレス60キロ目指すと思うんですけど、やっていきましょう。これはね、60キロ上げれば十分だと思ってる。この辺りから来るね。大満足ゾーンですこれ。80キロ上げれば十分だから。ここから一気に重くなるよね。普段ですね、こういうリストラップつけないんで100キロやるんでつけようかなと思います。100キロとかベンチプレスやるのめちゃくちゃ久しぶりなんで、どうなるでしょう。まあ1回だから。はい、じゃあ110キロです。めっちゃ集中していきます。ちょっと待ってよ。上がってたけど、これちょっと先が思いやられるぞ。115キロですね。行きましょう。こういうの軽いと思った方がいいの。40キロ。よし。You lose。ちょっと待って。まずいぞ。今の油断しました。もう一回いきます。You lose。 ちょっと待てよ。わからんわ。 112.5 です。よし、はい、ということで結果 112.5 キロでございました。まあかなという、なんだろう、なんとも言えない結果だな。で、なんか自分的には120キロは上げたいなと思ってたんですけれども、ちょっと上げれなかったので、それはねちょっと悔しいです。で、120キロは上げれるようになりたい、しかもケツつけて120キロは上げれるようになりたい。それ以上は求めない。
ケツつけで120キロ上げれるように、ちょっとねこれから練習、あとベンチプレス習おうかなと思いますので、今年の目標で、ね、ベンチプレス120キロ上げれるようになりたいと思います。しっかりと体今年も仕上げながらベンチプレスも更新していきたいと思います。ということで、それでは。Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side. Make you laugh to know it. That's the stuff that I love, la, la, da, da, da. We can be friends if you wanna.